大鳥居駅は東京都大田区にある京浜急行電鉄空港線の駅である。駅所在地及び西口は西小路屋3丁目、東口は羽田1丁目にある。駅番号は KK13。穴森稲荷神社の大鳥居が駅付近にあったことに由来する。8両編成対応の相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。ホームは 西北西から東南東に向けて伸びている。駅舎、改札は西口及び東口が独立して地上に設置されており、両ホームとそれぞれの改札は階段及びエスカレーターで連絡している。2010年12月には西口コンコースとホームを連絡するエレベーターが設置された。2012年10月21日のダイヤ改正で日中と と休日夜間の品川方面のエアポート急行は、海徳へ格上げされ、また、横浜方面のエアポート急行が10分間隔での運行となっている。このため、当該時間帯に当駅から都営浅草線、新橋方面へ乗車、または、品川、都営浅草線方面から当駅で下車するには、京急蒲田駅で横浜方面からのエアポート急行に乗り換えが必要となる。 2020年度の1日平均乗降辞任は21,407人で、計9,000、全72駅中22位。近年の1日平均乗降乗車辞任の推移は、下表の通り。駅は、カンパチ通りと、産業道路の交点の下に立地する。カンパチ通りは東駅以勢では、空港線の南側、伊東では同じく北側を、並行している。 以前は、大鳥交差点は、定時路を二つ連続させた形状になっていて、交差点を横断する踏切が、渋滞や交通事故の原因となっていたが、1997年に、駅及びその前後の区間が地下化され、交差点もカンパチ通りを直線化する形で、通常の十字路に改良された。駅周辺には、マンションなどが増加している。 このほか、飲食店や商店が多く立地する。最寄りのバス停留所は、環八通りを呼び、産業道路にあるオトリーとなる。以下の路線が乗り入れ、京浜急行バスによって運行されている。なお、路線の詳細は、大森営業所、羽田営業所を参照。ありがとうございます。